気分さんもね、ずいぶんね、宣伝効果もあるしね、なんか面白い会社だなぁなんてね、良いイメージもね。親方の明日やろうはバカ野郎。はい。はい、こんにちは、親方です。今日はね、あの食品のメーカーのね、気分のね、対応がね、素晴らしかったんでね、そのことをね、お話ししたいと思います。20代のね、会社員がツイッターにね、お弁当の画像を投稿してね、そこにね、漢字でね、気分と浮かび上がるね、チーズ入りちくわがね、乗っかっててね、投稿者はね、これにね、のりふみって誰と書いてね、投稿したんだよね。そしたらね、これに反応したね、気分の公式ツイッターでね、私です、気分と読みますと対応してね、これが神対応だなんてね、話題になってね、でこれをきっかけにね、もう大喜利状態ですよ。ここは天国のボケにね、それはヘイブンです。フィーリングにはね、気分です。コンビニエンスストア、セブンだよ、なんてね、返してね。素晴らしいですね。まあ、一日中ね、SNS のボケにね、付き合ったね、気分のツイッター担当者はね、めちゃめちゃいじられましたと笑い、まあ大喜利に返事をすることでね、仕事終わってしまいましたのでね。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしています。このように言ってるみたいなんですよね。いやー、なんかね、素晴らしいですよね、こういう対応もね。まあ、昔じゃね、考えられないですけど、まあ、これでね、気分さんもね、ずいぶんね、宣伝効果もあるしね、なんか面白い会社だなぁなんてね、良いイメージもね、ついてね、素晴らしい神対応だと思いました。多分ね、この話を聞いてね、ヘブンにね、行けたようなね、気分にね、なった人もね、多いのではないかなと思いました。まあ話は変わりますけどね、昨日ね、私のね、子分がね、夜分遅くにね、勢力をね、二分するようなね、争いをしちゃいましてね、参りましたよ。まあなんかね、最後の方はね、余分な話をね、してしまいましたけど、まあちょっと素晴らしい話なんでね、してみたかったんでね、させていただきました。皆さんもね、なんかね、いいなんとか文があればね、教えていただければと思います。ヘルメットよし、安全帯よし、足元よし。ではまたお会いいたしましょう。バイ。